サー・アルフレッド・ダドリー・ピックマン、ロジャーズ・パウンド元帥は、イギリス海軍の軍人で、職業軍人の最高位である、第一海軍教を1939年6月から1943年9月まで、務めた。パウンドは、ワイト島に生まれた。彼の父親は、法廷弁護士だった。彼の母親は、アメリカ人で、気難しい性格だったため、パウンドとの関係は、 不自然なものだった。1891年にパウンドは士官候補生として海軍に入隊した。彼は急速に昇進し、1916年には戦艦コロッサスの艦長となった。パウンドはコロッサスの艦長として、ユトランド沖海戦に臨み、2隻のドイツ巡洋艦を撃沈、2隻の駆逐艦を撃破、5本の魚雷の回避に成功するという。 目覚ましい成功を収めた。パウンドは第一次世界大戦後、海軍の企画部門に配属され1922年には企画局長となった。1920年代にロジャー・キースが地中海艦隊司令長官の任にあった時、彼はその参謀長となった。パウンドは1936年に地中海艦隊司令長官となり、1939年まで務めた。 大西洋海団におけるパウンド1939年6月、パウンドは第一海軍教に任じられた。そして同年7月31日、海軍元帥に承認した。彼の健康状態はこの時すでに思わしくなかったが、他の海軍提督たちの健康状態はよりひどいものだった。海軍の軍医は初期の脳腫瘍に気づいていたが、海軍本部にこのことを知らせなかった。 また彼は腰を悪くして十分に睡眠をとることができず、このため会議で居眠りをすることがあった。第一海軍協に就任してからのパウンドへの評価ははっきりと2分される。海軍本部の彼のスタッフたちはパウンドが一緒に仕事をしやすい人物であることに気がついた。しかし、会場にあった提督や艦長たちはパウンドが後部座席からあれこれ運転を指示をするような、 口出しによって干渉してくることと、その他に犯した過ちから彼を非難しており、本国艦隊司令長官、ジョン・トーベイは、パウンドと何度か激しく衝突している。1939年9月より、パウンドと共に仕事をしたチャーチルは、彼がかなり支配しやすい人物であることを知った。おそらく、パウンドの最も大きな成果は、大西洋の戦いにおける勝利だろう。 彼の最も非難される決断は PQ17 戦団に対して分散を命じたことである。1943年にパウンドの健康状態は明らかに悪化した。彼は9月に辞任し10月21日に死去した。ありがとうございます。